お、これはかわいいね。はい、今日はトミカの USJ オリジナルミニ四駆上げていきます。お、これはかわいいね、なんかねじゃあちょっと詳しく見ていこうかな。で、箱のデザイン見てみると、これがミニ四駆で、こっちがキャラクターデザインだね。で、箱の横にはミニオンメイドって書いてます。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのマークだね。このモデルは USJ オリジナルのミニ四駆だね。でも正面から見たら可愛いね、これね。ゴーグルつけてます。サイドミラーがついてるんだね。これ正面から見ると手みたいに見えるね。で、横から見ると、あ、運転席は誰も乗ってないんだね、これね。あ、ちょっと上見えたね。これ髪の毛なんだねで、後ろの方を見ると、後ろにはバナナが乗ってます。なんかこれちょっとリアウイングっぽいね。で、後ろのナンバープレートにはベロって書いてあるのかな。で、ゴーグルから中見えるね。でも特に中には誰も乗ってないです。で、この車は洋服着てるんだね。で、ヘッドライトっぽいのもついてます。で、横を見ると、これタイヤもかわいいね。タイヤはイエローのホイールです。で、サスペンションがついてます。で、特にドアは開いたりはしないね。このキャラクターは何だろうね。デイブなのかな。一番特徴的なのはこのボディデザインだね。このゴーグルといい、このサイドミラーといい、可愛いです。で、このサイドミラーの内側はシルバーのミラーっぽくなってるね。うまく作られてるね。で、ここのバナナも同じような素材です。ミラーもそうだね。ゴムのような素材だね。裏見るとユニバーサル・スタジオ・ジャパンって書いてあるね。どうかな、こんな街にこんな車走ってたら可愛いね。ちょっとびっくりするかな。はい、今日はユニバーサル・スタジオ・ジャパンのミニ四駆開けてみました。じゃあ今日はおしまいです。バイバーイ。